今日のご紹介はリネン天竺のカーディガンです。リネン天竺のカーディガンはこれからの季節の日よけや冷房対策、あとはコーディネートのアレンジにとても重宝するアイテムで、とてもおすすめなカーディガンとなります。リネン 100% の天竺はひんやりとした肌触りがとても心地よく、そしてカバンに忍ばせたりするときにもシワになりにくいので、持ち運びにもとても便利な1枚です。こちらは1アンティークスから届きました。ナチュラル、ピンク、ブラック、そしてこちらのボーダーの4色をご用意しているんですが、こちらのカーディガンの特徴を説明するのにボーダーが一番わかりやすいかなと思い、今回はボーダーを着てみました。特徴的なのがこのゆったりとした身幅とショールカラーのようなシルエット、そしてなんといってもツーウェイで着ていただけるというところです。ツーウェイなんですが、まずはこちらのパターン、今ボーダーが横向きになっているんですけれども、こちらのカーディガンを逆さまにして着てみます。逆さまに着ることで生地の向きが変わり、先ほど横ボーダーだったんですが、今度は縦向きのボーダーになっております。そして横から見ると後ろ上がりになっております。背中側が V の空きのよう。さらにアレンジとしては、裾が逆さまにしたことで長くなっておりますので、カシュクールのような雰囲気もお楽しみいただけます。